バー全員が会社員を兼業しながら活動をするロックバンド夜と散歩、首謀者である吉野エクスプロージョン G は元ハンブレッダーズメンバーである中野郁美、ルイオーは加速するラブズ、寺岡淳二、ドクターは元フィッシュライフなど関西で実力のあるバンドマンたちが揃い、何かを選ぶために何かを捨てなくてもいいという意思のもと活動をしている。8月28日にリリースされるファーストフルアルバムモンスターは、そんな夜と散歩の現時点における集大成ともいえる作品だ。その理由はこれまでバンドのテーマであった何者でもない者たちが自分たちの気持ちにどう折り合いをつけていくのかに対して真正面から挑み回答を出したアルバムだからだ。本作は心の中の満たされない承認欲求や自己肯定感に対して現実を否定し逃避しながらも最終的にあるがままでいいというメッセージへ向かい歩みを進めていく。その姿は紆余曲折を経てメジャーシーンで活動する夜と散歩の生き様が投影されたかのような内容である。今回はこのアルバム「モンスター」について、そして「夜と散歩」の現在地と今後についてソングライターの吉野エクスプロージョンに話を聞いた。まずアルバムを作ったきっかけから聞かせてください。吉野エクスプロージョン、もともと6曲ぐらいのコンパクトな作品がリスナーとしては好きで、フルアルバムを作ることに対してはあまり興味はなかったです。ただ自分も20代の最後だったので、今までやってきた全てをつぎ込んだらどのような作品になるのかという探求心みたいなところからモンスターを作ろうと思いました。制作当初からコンセプトを決めて作ろうというのはありましたが、アルバムを象徴する明確なワードみたいなものは特になくて、それこそ表題曲であるモンスターという曲ができて作品としての軸が決まったという感じです。なるほど、吉野エクスプロージョン、モンスターという心の獣を歌った楽曲と同じメロディながらポップなアレンジでその獣を克服した後を描くヒューマンという楽曲をアルバムの最初と最後に置き、心のモンスターを抱える人がどうすれば変われるのかというコンセプトにしたらいいなと思ったんです。ちなみにこのヒューマンは大阪の銭湯に入っていた時に歌詞がブワーって出てきて、そのまま家に帰ってアコギを弾きながら歌ったら完成しました。かっこ笑い。プラズマクラシックミュージックは吉野さんの夢での体験を描いた曲だとか、歌詞やサウンドがメルヘンのような世界観に寄っている部分も面白いですね。吉野エクスプロージョン、僕とても眠りが浅くてかっこ笑い、夢の中で曲が流れていることがあるんです。ある日サビのメロディーラインとプラズマクラシックミュージックと言って終わった夢を見て、お、今の曲はいいぞと思って書き始めたのがこの曲です。アイディアは心のモンスターを受け入れる曲になります。この曲に対して吉野さんは SNS で自分が一番好きと言える曲ですとのことですが、その理由とは、吉野エクスプロージョン気に入っている理由が3つあって、1つはアルバムとして大切な曲になった点、曲順として変身の前にあることがすごく重要で、変身はモンスターが自分の中に存在していると自覚して獣こそ自分自身であると受容することでしか自分を変えることはできないという歌です。その受容するというのを助けるのがアイディアという曲。私も獣であると受け入れることが僕は最も難しい問題だと思っていて、人間って分かっているふりができるじゃないですか。例えば自分のことを少し皮肉めいて俺ってアホやからさとか言う人っていますよね。でも
本音ではそのようなことは思ってはいないと感じていて、いわゆる逃避行動の一つですからね。吉野エクスプロージョン。そうだから自己否定して自尊心、承認欲求を抑圧して自分から切り離そうとするのではなく、モンスターな部分を受容することでありのままで過ごしていいんだよとこの曲では言いたくて、あとこの曲、今自分が住んでいる滋賀県のことを歌っているんです。都会で生活していた頃は何者かになりたいけど、なれないというのがバチバチ戦い合っていて、暇で退屈な日々を過ごしていることに焦燥感がありました。でも自然豊かな場所で生活をしていると、心が穏やかになっていき、暇な日常でもほっとして過ごせたんです。そういう自分自身を許すきっかけを与えてくれたのが、滋賀でした。そんな愛すべき場所についての曲をかけたというのがお気に入りポイントの2つ目です。あと1つは吉野エクスプロージョン、アレンジがうまくいったところです。この曲は今までよりもシンプルな曲調を心がけていて、僕の得意とするビビッドなアレンジの曲作りとは真裏を行くようにしたんです。当初は全く違ったアレンジを考えていて、でもバンドのマネージャーがあまり重すぎないバラード曲がアルバムにあってもいいんじゃないと言ってくれて、その時にこれを入れようかなと思ったんです。あまり重すぎないバラード曲という命題で、内容が滋賀県に移住して心穏やかな日常が過ごせているだったので、このようなアレンジになりました。夜と散歩というバンドは常に何者にもなれなかった自分たちの視点から心の折り合いをどうつけるのかを楽曲で語っていました。結成当初からこのようなテーマでバンドをやろうとは考えていましたか？吉野エクスプロージョン、バンドを組んだ時に何者にもなれないとかは考えてもいなかったです。そこよりかはサラリーマンをやっていると、何かを目的に仕事をしている時よりも目的のない夜のたわいない会話とかの方に人生の本質があると思っていて、それは散歩もそうだよねみたいな感じで夜と散歩をスタートさせました。でも吉野エクスプロージョンは多分何者にもなりたいけどなれなかったという劣等感が根底にあったからバンドを組んだと思うんです。先ほども語りましたが、ライブがない休日を過ごしていたらなぜ意味もない休日を過ごしているんだろうと焦りのようなものが自分の中にありました。それは何者かとして音楽を一生懸命やっている自分でないといけないという気持ちがあったからだと思っていて、だから誰かバンドやろうみたいなことを SNS で書いて、そこから同級生が反応し夜と散歩を結成して今があります。何者にもなれないはバンドというよりも吉野さん自身のコンセプトだと、吉野エクスプロージョン、そうかもしれませんね。メンバーにもそのコンセプトを背負わせているのかも、かっこ笑い。でも多分同じことを感じている人は世の中にたくさんいて、そんな人たちに届けたいなと思って、今回までアルバムや楽曲のコンセプトにはしているということだと思います。今までやってきたテーマが一つに集約されたのがモンスターだし、夜と散歩の現時点における集大成的な作品であると感じています。これから吉野エクスプロージョンがより何者を突き詰めていくのか、それとも別の方向性に行くのか、次の一手が気になります。吉野エクスプロージョン、次はどうしたいかはメンバーと話していて、もしアルバムを作るのならばコンセプトはなしでやりたいと思っています。メンバー全員でより楽しく楽曲を制作したいですね。まだ
夜と散歩ではやったことのないジャンルの楽曲がアイデアとしていくつかあって、新しいスタイルに挑戦したいと思います。バンドが喜ぶ形をさらに追求したいんですね。吉野エクスプロージョン、でもそれにプラスしてちゃんと世間から受ける曲を書きたいです。今はメジャーに所属して様々な人と手を組みながら作品を作っています。だから今まで以上に楽曲に対して考えるプロセスを踏んでいるのに反応がいまいちなのはめちゃめちゃ悔しい。モンスターは魂を込めて作った最高のアルバムです。でも世間の反応がなかったら僕の中のモンスターは騒ぎ出すと思います。そういう意味でもリスナーから多くの反応が得られる作品になってほしいです。取材文マーガレット安井、夜と散歩、モンスター2024年8月28日水曜日発売、 CD2970 円、税込み WBCL-13600 https://islmk2monster2shadow3春4プラズマクラシックミュージック。居酒屋新幹線にオープニングテーマ、東京 FM スカイロケットカンパニー2024年1月スカレコ、社員の歌5、ロケットガール6、ストマック7、イエス8、アイディア9、変身10、ヒューマン11、革命前夜、2024バージョン、グッズ付け限定バナンドショップ別オリジナル特典、セブンネットショッピング限定グッズ付け限定版、CD、オリジナルグッズ5170円、税込みオリジナルグッズ、マフラータオル CD は通常版と同一のものとなります。オリジナル特典も対象となります。ショップ別オリジナル特典、 amazon.co.jp メガジャケ、楽天ブックスアクリルキーホルダー7、ネットショッピングミニスマホスタンドキーホルダー、全国 CD ショップネットショッピングサイト共通特典、オリジナルステッカー、全国 CD ショップネットショッピングサイト共通特典、オリジナルステッカーは amazon.co.jp、 楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部店舗は対象外となります。 https://irutosampo.com/news/detail/30304、 一部の CD ショップおよびネットショッピングサイトでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。一部のネットショッピングサイトでは特典付きと特典なしのカートがございますのでご注意ください。特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでお早めのご予約をお勧めします。特典に関するお問い合わせは直接各 CD ショップおよびネットショッピングサイトにてご確認ください。ファーストアルバムモンスターリリースツアー2024年9月21日土曜日、大阪心斎橋アナモフリージアン CAT8 ホットドッグス、開演17時30分、会場17時、2024年9月28日土曜日、東京渋谷スポティファイオーレストア、インナージャーニーピーナットバターズ、開演19時、会場18時30分、チケット詳細 https://lnktr.ea/yorutosamp モンスターインストアライブ、インストアコースティックライブ&サイン会、大阪、会場日時9月7日日曜日、オープン12時30分、スタート13時、会場タワーレコード梅田ニュー茶屋町店、イベントスペース対象店舗タワーレコード梅田ニュー茶屋町店、東京、会場日時9月29日日曜日、オープン11時30分、スタート12時、会場タワーレコード錦糸町パルコ店、イベントスペース対象店舗タワーレコード錦糸町パルコ店対象店舗にいて対象商品をご予約
ご購入いただいたお客様に先着でイベントにご参加いただけます。サイン会はお買い上げの CD ジャケット1枚にメンバー全員のサインを入れさせていただきます。イベント当日はイベント入場引換券、サイン会参加券、 CD ジャケットを持ってご参加ください。https://wmg.jp/iorutosampo/news/89432